ベンチャーというのは興味が、まあ、古川先生が先生がやったことも私はで見てましたので、ずっと見てて、でこの再生医療を実現しようと思ったときに、私たちが、まあ、シーズンいっぱいあるんですけど、岡野先生とも話していて、ただやっぱりそれを実現させようとしたときに、ベンチャーという発想にはあんまり僕は言ってなくて、どっちかというとこうパートナーとしての製薬会社といかに早い段階で組むか、その方が早いと思って、まあ、今もその実際に出口を見据えるためには、まあ臨床研究からシームレスに臨床治験に行くためにはパートナーがいると思う観点からそっち方向しか僕は向いてなかったんで、今日の話を聞いたときに、じゃあこういった企業の中でベンチャーを作ろうという動きと、じゃあそういった、まあ、いわゆるビッグファーマーと早い段階で共同研究を結んでいくという戦略と、なんか相反するようなちょっとイメージが僕はあったんですけど、それは どうなんですかね。ちょっと僕には出口がね、俺に聞いてる、僕はね、皆さんにどう、あの私岡野先生もですから、こう戦略を組んでいくときに、例えば5年後にこういった形の医療を考えようといったときに、自分たちが薬作れるわけじゃないので、やっぱり出口、まあ、特に再生医療製品に関してはお金がかかるので、早くそれを本気で、でも先生さ、それは分かる、はい、だから例えば僕なんかそういう大企業の人たちと話すときに、でもその人サラリーマンなのよ、その人たちやっていく人たちが結局オーナー企業でやっていけるところだったら僕いいと思うけど、結局サラリーマンだからやっぱり最後の最後にやっぱり保身っていうかね、それから情熱なくなっちゃうし、次の部署行っちゃったらダメだし、やっぱ根性がいるんじゃないかと思って、眼科チームがね、やっぱり自分でリスクを背負ってやろう、自分たちの力でやろうって思った。それが、はい、それは先生、私は先生すごいなと思ってて、いや、やっぱり採算性が悪くなると彼です。やんなくなるんですよ。さっきルカ先生のあのリスクにありましたよね。あれはだから向こう側じゃないけど、全然向こうの都合でやられちゃうんで、まあ成功してもみんな向こうに持ってくれちゃうって感じですし、経営を貯めって言ったんです。結局は、ね、でもやっぱりあの、メガワークは最後今あの新型肝炎の今更新1000億ってのありますよね。あれって日本で1000億円以上1500億円ぐらいだったけど、利益率が 50% ぐらいだった、うん、それで、まあ、うまくその経営に持ってもらえば、それが全部経営利益になるという話ですから、夢があったらそっちにも あった方がいいですね。じゃあぜひ中村先生にはね、あの慶応で信濃町で起業していただいて今信濃町100ってプロジェクトなんですよ。信濃町から100個のベンチャーを出して、100個ですか。ただね、ただこれだけで再生医療をよっぽどプランを練り込んでたりなんか、最後の最後だっていうのも分かるんですけど、最後の最後まで行ったら企業はもう話さないですよね。だからそこに行く前にあの
単なる自分の金儲けするようになっていくと、これは最終的には一時お金儲かっているようで、まあ、最後はちょっとうまくいかないんじゃないかなというふうに思っています。そこの部分までその COI でちゃんとこう、船が届くかどうか。先生がおっしゃってる意味は、無駄の価値を起こすと、要するにベンチャーが例えば内部で不正をやってたとか、そういう話ですかね。そういうこともありえますし、例えば研究成果を反映させますって言って、実はもうそれをオブロックを広げて、実際に裏打ちされてないような、こうやると薬が効くか効かないか分かりますよっていうようなものをこう大量に売って収益を上げようとし始めたらどうですか。そういう、企業としてね。企業としてね。まあ、一般で言われてるのは、スチャードボードシップって言って、その、まあ、経営運営の方に投資してくれば入ってきますよね。取締役が入ってきたら、そこで、まあ、事業が見えるんで、株を持ってるんだれば。で、その時に、やっぱり、ダメだったら、それを止めるという責任があるし、それがあったら、もちろん引き上げるってことになります。その時は。と思いますけど、やっぱり、投資しただけじゃなくて、だからちゃんとフォローするっていうのは、株主の責任だというふうに思います。そういう部分があれば、すごく安心して、こう、やろうやろうっていうのに賛成できる気がする。はい、じゃあどうするか。まあ、投資スタートというよりは投資する前の基準の中に慶応義塾の信用を受けないということと、それから控除この控除労力に反しないというのは、その投資先の選択基準、先ほど言った研究しているとか人的関係があるということに加えて、一応この2項がですね入っておりまして、その投資する段階でまず確認して、投資先にもこれを守ってもらうというのは、まあ、我々としての方針になっています。もう一個だけですか、今ちょっと追加なんですけど、ファンドを集めたときに反社会勢力からお金が集まるということも起こり得ます。だからその辺は正直ファンドを自分たちだけでやってるとそういうリスクがありますから、自分はそれ専門